サブコンパクトカーの零細音いや、松田2世お及び後発のマツダ教習車の兄弟車である。サブコンパクトカーとは日本の小型車、ヨーロッパのスーパーミニの米国の故障である。ちなみに2019年現在のボディサイズの基準の目安としては全長がステーションワゴン及びセダン、クーペの場合でおおむね 4550mm 以下。 にボックス系ハッチバックの場合でおおむね 4200mm 以下、全幅がおおむね 1750mm 以下、ホイールベースがおおむね 2650mm 以下の車種がサブコンパクトカーに分類される。バジェットカーとも呼ばれる。初のサブコンパクトカーと言われる車種はナッシュ車のメトロポリタンでイギリスから輸入した OEM モデルであった。米国では百七十三年の オイルショック以降に日本や欧州からの輸入が多くなった。近年は韓国製が人気であるがサイオンの成功と原油高の影響もあって日本勢も次々とこのセグメントに再参入している。2017年5月にアメリカ道路安全保険協会が発表した報告書によると運転中のドライバーが死亡する事故が発生している。モデルは サブコンパクトカーに分類されるものが多いという結果であった。ヒュンダイのアクセントの例では、2012年から2015年の登録台数100万台あたりのドライバー死亡事故、件数は104件である一方、同じ期間に死亡事故がゼロだったモデルは、中型車、大型車が大半を占めていた。初代アリスセダン、及び二代目アリスセダンは、 セダンのサブコンパクトとしてはかなり大きい 4300mm 以上の全長と 2550mm のホイールベースを持つ。2019年現在におけるサブコンパクトカーとしては唯一のハイブリッドカー専用車である。バーサはハッチバックのサブコンパクトとしては非常に大きい 4297mm の全長と 2600mm のホイールベースを持つ。 特に現行型となる3代目 N18 型バーサは3ボックスのチバックセダンのサブコンパクトとしては非常に大きい 4495mm の全長と 1740mm の全幅 2620mm のホイールベースを持つ米のドライバー死亡事故最多はサブコンパクトカーフォーブスジャパン2017年10月6日閲覧ありがとうございます